100点満点のお母さんなんかいらんねん。そのままのお母さんがいいねん。そのままのお母さんの笑顔が大好きやねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター・オカッチです。これまで3000人以上のお母さんに子供の育て方、そして子供との関わり方を伝えてきました。でも、そんなん必要なかった。もう俺が完全に間違ってた。今のお母さんに必要なのは教育じゃない。いい母親をやめること。毎日いろんな相談が来る。もうメガネ外す。邪魔や。どうやったら子供が自信高くなるんですか？どうやったら人見知りが治るんですか？どうやったら自分から勉強するようになるんですか？いろんな相談が来る。それに対してコーチングの視点でこんなことやったらいいよ、あんなことやったらいいよっていうふうに助言をする。ありがとうございます、それやってみるよって喜んでもらえる。そして感謝をしてもらえた。なんか仕事してる気になってたんです。これでいいんやって、そんな気になってたんです。でもまたしばらくしたら同じママさんたちがやってくる。勉強するようにはなったんだけど集中力が持たないんです。人と話せるようにはなったんですけど大勢の前で手を挙げて発表できないんですって。またそれに対しても助言をする。そして帰っていく。でまたしばらくしたらやってくる。助言をする、帰っていく、やってくる、帰ってくる、やってくる、助言する。それ繰り返し終わらないんです。それが全然終わらないんですよ。でそのお母さんと会うたびにそのお母さんの表情がどんどん暗くなっていくのが分かったんです。また大声出してしまった。また怒ってしまった。他の子はしっかりしてるのに、うちの子は、他のお母さんはあれだけしっかりしてるのに、私はまだ全然ダメなんだって自分を否定して、自分を責めて、めちゃめちゃ焦って不安になって苦しんでいる。全然違う、全然違うんですよ。お母さん、お母さんはね、もうめちゃくちゃ頑張ってるんです。家族のために、子供のために一生懸命もう頑張ってるんです。その頑張りすぎて力がなくなってるんです。で、そんな頑張ってるお母さんにやで、このままやったらあなたの子は将来活躍できませんよとか、あなたの子は立派な大人になれませんよって、そんなこと伝えて不安にさせて焦らせて追い詰めてる、苦しめてる。それがやりたかったことですか？いや、やりたくない。そんな誰も救えてないやん。それが俺がやりたかったことじゃないねん。だから分かった。俺が最初にするべきことは、お母さんに新しい子育て法を伝えることじゃない。お母さんがお母さんでいいってことに気づかせてあげること。だって毎日すごいよ、スケジュール。子供の泣き声で目を覚ます。そこから洗濯をして、掃除をして、朝ごはん、弁当の用意をする。そしてなかなか起きへん、ぐずる子供を起こして、そして朝ごはんを食べさせ、歯磨きをさせる。そしてお父さんのご飯も用意して、そこから子供たち行ってらっしゃい。そこから残りの洗濯をして、そして自分自身も仕事があるから、仕事の準備をして、支度をして、それから仕事に行ってきます。そして4時まで会社のために、社会のために一生懸命働いて、そして家に帰ったら子供の習い事の送迎、で、習い事の送り迎え、習い事の送迎をしたら、それ帰ってきて、お風呂を入れて、そして晩ご飯の用意をする。そしてまた子供を迎えに行ってご飯を食べさし、お父さんのご飯の準備もして、そしてご飯の片付けをする。そして子供たち勉強のサポート、宿題のサポートをして、そこから子供たちは寝る。でもなかなか寝られへん。そんな時は絵本を読み聞かせる。で、ようやく寝た。で、ここから自分の時間ができた。って思ったらもうそのままこたつでガタンって寝てしまう。それは、そんな毎日、それが普通、当たり前。もちろんパパは手伝ってくれる。でも普通やから、当たり前って思われてるから、感謝されることも少ないね。お母さんは24時間365日休みなく一生懸命子供のために家族のために頑張ってんねんよ。そんなお母さんにやで、何を伝えれるよ、何を教えれるよ、何もないねん正直。お母さんが毎日子供のために
子供の命を守ってくれてるから、命をかけて子供を守ってるから今日も子供は元気でいてる。そして家族が幸せになってる。何もないよ伝えること。いつの時代もやっぱりお母さんやね。お母さんが家庭の中心や。お母さんが笑ってたら、お母さんが楽しそうに過ごしてたら、家族みんなが幸せになんねん。お母さんは子供を産んでくれただけでありがとうよ。このお母さんがそのまま生きているだけでもうありがとうなんです。それを伝えることが俺のやるべきことなんやって思った。だからお母さん、あなたに伝えたい。そのままのお母さんがええねん。そのままがええねん。いい母親にならんでええし、完璧じゃなくてもいいねん。そのままのお母さんでいてほしいんよ。お母さんがそのままのお母さんを認めることができたら、自分のその子を、そのままのその子を認めることができんねん。何かいいことができた時だけ褒めるとか、何かできてなかったら叱るとか、そんなんじゃなくて、その子が生きてるっていうこと、それ自体に褒めることができて、それ自体を受け止める、愛せること、承認することができるんよ。一人の人間として尊敬することができる。それは子供のためにもなるし、お母さんのためにもなんねん。子育てがもっと楽に楽しくなると思ってんねん。でもわかります、いろんな人がいろんなことを言ってくる。で、自分のこと他の子を比べてしまう。このままでいいのかなって。このタイミングを逃したら将来英語ができなくなるんじゃないか。英語やらした方がいいんかな。プログラミングやらした方がいいんかな。子供が後悔しないように、自分が後悔しないように、何かできることはないかなって一生懸命探して不安になって焦る、追い詰めてる。誰にも相談できへん。だからその分苦しんで苦しんで辛いことがあるっていうのは知ってます。でもこれだけは分かってほしい。子育てにおいて本当に一番大事なことは、お母さんがお母さんでいること、自分で100点100点満点つけてあげれること、そのままでいいんやって。私は笑顔で毎日楽しく過ごしている、それでいいんやってお母さん自身が認めてあげること、それ以上に大事なことはないって思ってる。そう考えてみて。俺もそうやった。子供は別にいい母親になってほしいと思ってないねん。完璧なお母さん求めてないねん。100点満点のお母さんなんかいらんねん。そのままのお母さんがいいねん。そのままのお母さんの笑顔が大好きやねん。俺はそうやった。皆さんも子供時代そうやったはず。私はダメな母親なんだって思ってしまうと、それを子供に言ってしまうと、私はダメな母親から生まれたからダメな子なんだって子供自身も思ってしまうかもしれへん。だからそのままでいい。そのままでいてほしい。もっと自分を大切にしてほしい。僕はあなたがあなたらしく生きることを全力で腹の底から応援したいと思います。はい、以上です。まあこのYouTube 番組も、子育てを頑張るお父さんとお母さんの力になればと、そういう思いで始めたんですけど、どういうふうに伝えたらいいんだろうっていうのを正直今でも迷ってます。僕がここで あやこうや言うことで、ますますお母さんを苦しめてないか、不安にさせてないかって。でもね、何かできることがあるはずって僕は信じてます。だから今日ここで言ったことっていうのは、まさに自分自身への誓いでもあります。今日ここで言ったことっていうのを自分の胸にしっかり刻んだ上で、これからもお母さんが、そしてお父さんがもっと自分らしい子育てを見つけ、そして自分らしく生きていけるように僕は全力で応援していきたいなと思っております。これからもよろしくお願いします。はい、でもし少しでも元気になったっていう方がいたら、高評価ボタンを押していただけたら励みになりますので、よろしくお願いします。このミスターおかっちのチャンネルでは、これからもお父さんとお母さんが生きる力になるような、そんな配信をしていきたい、そう思ってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、
素敵な一日を。さよなら。私は私を否定しない。